州普門寺は山の中腹にあって、秋には桜と紅葉が一緒に咲くことで有名だ。住職手作りの見事な庭を眺めながらの一服もいいもの。普門寺の前の丘にはアジサイなどの花々がよく手入れされていて、自然の美しさを楽しむことができた。また傍らのかやぶき屋根の花見庵では、普門寺名物昔そば切りが人気だ。別名アジサイ寺と呼ばれている大聖寺には約1万坪のアジサイ園があるが、残念なことにこの年は厳しい干ばつにあって、花の色も勢いも乏しく、干からびたアジサイしか見ることができなかった。武蔵が3日3晩吊るされた千年杉のモデルとなったのが門前にそびえる樹齢300年の大銀杏だ。聖法院の紫陽花は住職が心を和む寺を目指して昭和56年から切り開いた山に紫陽花を植えたのが始まり、今では参道や裏山などに15種類約1000株に増えている。今年は毎日の苦労しての水やりで、かろうじて少数の紫陽花が花開いていた。